お花紙貼り絵松竹梅。今回は梅の花の作り方をご紹介します。お花紙を小さく畳んで、そこに梅の花の形と丸い形を描きます。それを重ねたまま切っていきます。これでお花やつぼみがたくさんできます。水で薄めた糊を上から塗るとスーッと染み込んでピタッと貼り付きます。乾いたらクレヨンでおしべを描いていきましょう。白の上から黄色を塗っています。つぼみには線も入れました。もう一つの方法はおしべを切り抜く方法です。畳んで三角に切り取りましょう。これも水で薄めた糊で貼っていきます。上から塗るだけでピタッとくっつきます。もう一つの方法は丸いお花紙を並べて貼っていく方法です。真ん中に白い穴が開きますので黄色のお花紙を貼りましょう。松や竹の作り方も紹介しています。レイアウトを工夫したり、お好みの文字を書いたりしてみてください。